小さい時からですね、父に虐待を受けてました。父と母が仲が悪かったですし、父はもうほとんど家庭を顧みない人でしたし、もう暴力的な言葉と実際的な暴力がありました。睡眠薬を飲んだり、もう自殺しようとしたり、父に飼い殺し状態っていうか、家から一歩も出ずに一生終わるんだろうなという、私だけではなくて母も妹も父が大嫌いだったんですね。2歳ぐらいの時に、おばと、高校生のおばとチャンネル争いをしていて、で父に私の方がですね投げられたんですよ。土間があるんですね。でそこの土間の部分に投げられて舌を噛んで、そして血がいっぱい出て、痛かったというその記憶はないんですけど、その血がいっぱい出たっていうそのことは鮮明に覚えています。そうですね、幼稚園の頃とか小学校の頃は湯飲みが飛んできたり、またすごく大きな木刀で殴られたこともありました。母と妹を守らなきゃいけないというのがあって、そういう父に対してもう何度も何度も反抗してましたので、余計に殴られることが多かったです。31ぐらいの時に結婚して家を出ました。で結婚したら父の憎しみが消えるかなと思ったんですけど、やはり離れて暮らしても同じですね。たまに実家に帰るとやはり母や妹からいろいろ聞くんですね。そうするともうそれに対してまた怒りが込み上げてきて、なんか母と妹を人質に取られているような感覚だったんですよね。ですからしょっちゅう帰ってましたけれども、でも私にはどうすることもできませんでした。しかしそういう時に私たちが救われたんですね。私が私の職場の同僚を通してイエス様を信じて救いを受けました。私が初めて教会にいた時に今までと違う何かを感じました。我が家はすごくそういう状態で家庭崩壊している家族だったので、どっかの神社とかまたいろんな、ここに行けばよくなるっていうようなところにいっぱい引っ張り回されていろんなところに行ったんですけど、でもどこに行っても変わらなかったんですね。でも教会に行った時に私はこの神様は間違いないというふうにはっきり感じました。母も妹も信じてくれて、そして教会に家族で行くようになりました。父も遅れて教会に来るようになって、それで一つ希望が生まれたんですね。もしかしたら父が大きく変わってくれるかもしれない、そういうふうに思いました。もういつも死んでほしいと思ってたので、この父さえいなければ私たちは幸せなのにっていつも思っていました。ですから変わらないんだったら死んでほしい、そういうふうにいつも思っていました。いつも神様に祈るときに心の中に信じなさいっていう思いが来て、そういう思いがいつも祈ると心の中に湧いてきて、私は神様を信じました。でもそれでも父を実際に見るとどうしても許せないんですよね。神様を礼拝しに来ていても、家に帰ったらいつもと同じ父親で、もうそれを見ている時に希望がだんだん失望に変わってきました。そういうことがあって教会を離れたこともありました。でも母が癌になったんですね。妹と私は母が癌になったのは父のせいだ、
それで私はつい強制的に離婚させてしまったんですね。癌が再発してもう今度こそどうもならないような状況でした。もう本当にどんどん悪くなって、私たちではとても手に負えない状況になったんですね。そして妹もうつ病がどんどんひどくなって、そしてもう私はもう癌の母とうつ病の妹を抱えて、精神状態がもうまともじゃなかったんですね。実は私は長女を虐待してしまったんです。私を虐待した憎い父親と同じことを私もしてしまって、そういうことがいっぺんに起こって、もう私にはどうにもならなくて、離れてた教会に戻ることにしました。憎くてしょうがない父親に連絡を取ったんです。父とは顔を合わせても、また同じように神様を礼拝してても、でも父に対する憎しみの気持ちっていうのは変わりませんでした。むしろ強くなる一方だったんですね。礼拝ではゴスペルを歌いますよね。その中でいつも何かわからないんですけど、いつもいつも歌ってる時に涙が溢れて止まりませんでした。なんかこうふっと父の方に目が行ったんですね。で、父は足が悪かったんです。腰からこう足に向けてしびれがあって、ずっとこう病院に通院しているような状況でした。座って歌ってる父の姿を見た時に、なんかかわいそうだっていう思いが私の中に出てきて、なんかすごい不思議な気持ちがしました。かわいそうって思うこと自体とても考えられませんでした。なんか涙を流しながら父を許しますってことを祈ってたんです。気がつかないうちに。で、いろんなことを、過去のことをずっと思い巡らしてみたときに、憎しみが全然湧いてこなかったんです。これは神様が傷を癒してくださったんだなってその時に分かりました。むしろ父に対しての憐れみの心が出てきて、そして私は父を許しました。許したというよりも許せたんですね。神様に許してもらいました。私たちの状況がですね、そこから一変したんです。普通に娘と接することができるようになりましたし、娘も普通に私と接してくれるようになりました。母もがんは確かに進行して入院することになったんですけれども、でも父が献身的に毎日毎日母の病院に通ってくれて、そしてずっと母の面倒を見てくれました。父と母が仲のいい姿を見たのはそれが生まれて初めてでした。で、母もすごく父が来るのを心待ちにしてましたし、とても嬉しそうでした。まさにこれは奇跡です。こんなことが起こるとは夢にも思いませんでした。また妹もずっとうつ病の病で人間恐怖症やうつ病の病で苦しんでましたけれども、今癒されて、そして結婚まですることができました。神様の心を、私の心の傷を癒してくださったことによって、そして私は憎しみから解放されたんですけれども、解放されることがこんなに自由だとは思いませんでした。全く世界が変わりました。あんなに憎んでたのに、今は全然憎しみも湧き上がってきませんし、むしろ父に対しては愛を持って接することができています。お
弁当を作ったりですね、また父もいろいろな面で助けてくれています。今こんなに親子関係が良くなったのは本当に傷が癒されて憎しみから解放されたことだと思います。